はい、ジャパンカップのね、コースが出ましたよね。まあ、いろいろ難しいんですけども、一番難しかったのは何といってもこれ、ドラゴンバック。はい、コースアウトですね。はい、コースアウト、ドラゴンバック、飛ぶとき、ぴょーんって言って、ほら、全然違う方飛んじゃってるもん、ほら。まっすぐ飛んでないんだから。まっすぐ飛ばすようにし、ね、意識したんだよ。してもこうなってんだから。よく見ると、ほら、進入の時からもう曲がって飛んでってるから、こういうことになっちゃってるわけ。これ、遠心力？遠心力なのか、遠心力に負けてるのかな、センティングが。図解で行きましょう。右行きますよ。右でカーブして、カーブして戻ろうと、左の壁行きますよ。左の壁で、重力で右戻ってきて、戻ってきて降りるとき左の壁当たって、左の壁当たって戻ろうとして、これジャンプがあるから、ピョーンってこっち行っちゃう。で、ピョンピョンピョンと行っちゃうわけ。これなんででしょうかね。なんでなんでしょうか。スラダン？タイヤがガタ来てる？それローラーのあれですかね。ちょっとよくわかんない。いっつも斜め飛ぶでしょう、これ。本当に。これに対するやっぱね、予想、自分への解がね、出ましたよ。いっぱいつけたっていうね、あります。いっぱいつけました。いっぱいつけました、ローラー。現場から以上です。